皆さんこんにちは。今回は年末年始に出るオーダーのためにジェムを貯めるべきかっていう話をしようかと思います。まあ、前回の動画でこのもののけオーダーがおすすめっていうのを話したと思うんですけど、まあ、あとはそうですね、こういうモッドステップアップオーダーとかがいいって話したんですけど、まあ、それと比べてね、その年末年始、その12月から1月にかけて出るオーダーの方が、まあ、引いた方がいいのかどうかみたいな話ですね。で、これは俺が書いてる攻略サイトで、まあ、去年あたりから、まあ、こっちのサイトでは、まとめてたんですけど、オーダーを。これが、去年の12月の、オーダーまとめなんですけど、大晦日セレクションオーダーっていうのがありますね。まあ、あとは、白い聖夜セレクションオーダーっていうクリスマス系のイラストのスキルを集めたオーダーがあって、で、まあ、多分この聖なる夜オーダーっていうのが、まあ、次のクリスマス系のオーダーに入ってくるのかな、この4つの看板スキルが。まあ、あとはこの猿秋来る冬セレクションオーダーで出たみたいな、まあ、なんかちょっと秋っぽいやつが、なんていうの、混じってるオーダーは来るのかどうか、これはちょっとわかんないですね。で、まず、クリスマス系のオーダーを、去年のやつですね、見ていこうかと思うんですけど、これは、まあ、31層フロアボス戦で使える、まあ、クリスマスシノンですね。これが入ってるんで、まあ、これはすごくいいと思うんですよ。で、まあ、他にもね、31層フロアボス戦で、そのタンクがね、使うときにすごくいいね。このホワイトノエルアスナっていうのもあって、まあ、これ片手再建でタンクやる場合にすごくいいんですよね。水属性弱化4デバフがあるので、31層フロアボスで火力かタンクやる人は、まあ、いいとは思うんですけど、まあ、他にもね、いろいろ、まあ、あるんですよ。雪空のプレゼンターリスとか、これスイッチ溜まりやすいっていうのがめちゃくちゃいい、モッドスキルなんですけど、残水だからギリ31層フロアボスの道中でもね、使えなくはないんですが、すごくモブ狩りがやりづらい、モーション的に。これでね、モブの狩り残しとかする人もいるんですけど、上手い人はね、全部狩り切れるんですが、まあそういうね、ちょっとね、使いにくいやつも入ってて、まあこのね、幸せの伝道者勇気とかもね、結構、これいいやつで、何気これね、回避しやすいっていうのと、まあ、覚醒延長があってすごくいいんですが、これね、だいたいこういう、その季節限定のイラストが入ってるオーダーって、そのイラスト、例えばこのクリスマスだったら、このクリスマスのイラストのスキル全部入れてくるような感じなんですよ。なので、これ一つ一つ、提供割合がこれ 4.5% ってなってたんですよ、去年は。で、まあ、さっき言ったように、この聖なる夜オーダーのやつも多分ですけど、入ってくると思うんですよね。次のクリスマス系のオーダーに、このセレクションオーダーですね。なので、この確定枠のこの 4.5% ってより、ちょっと小さくなるんですよね。で、しかも、ただでさえこの 4.5% っていうのはかなり低い数値で、これ確定枠は、この 4.5% って書いてあるやつ全部足すと 100% になるようになってて、その 100% のうちの 4.5%、あ、この一番下のやつはね、なんか外れみたいなやつは 4.75、あ、肉切りはまあ外れではないんですが、まあ、だいたい 4.5 か 4.75 になってて、100% のうち 4.5 とか 4.75 みたいな、割合的にはそれぐらいですね。まあ、このね、聖夜のプレゼントキリトっていうのはね、この歴戦の剣技3って、これ書いてあるんですけど、この歴戦の剣技って4じゃなくて3なんで、攻撃上昇値が最大 24% なんで結構低いんですよね。で、24% だけのその覚醒じゃないスキルってそんな強くないんで、歴戦のためだけにこれ入れたりは、まずしないんですよ。まあ、これはね、スマイルギフト4っていう、回復する効果がめちゃくちゃすごくて、まあ、クリティカル出たらですけどね。まあ、最近のボスはクリティカル耐性あって、クリティカルがほぼ出ないようになってるんですけど、相当クリティカル発生率もらなければね。なんで、ちょっと使う場面が限られてきたんですが、まあ、昔はね、ありえないほどね、大回復する、マジチートじゃんって言われてたやつなんですけど、まあ、そういうね、珍しいスキルも入ってて、ただ、ちょっとね、本当にいいスキルは入ってるんですけど、いいスキル率が、ちょっと、低い、 いいスキル率が低いんですよね。っていうのを考えると、
まあ、どうしても欲しいんだったらいっぱい引くけど、その、ジェムがあんまなくて、引くオーダー厳選してる人は、ちょっと厳しい戦いになるのかなと、これを引くと。まあ、そんだったら、最近出た、このもののけセレクションオーダー引く方が、なんか外れが本当に少ないんで、ほぼ当たりみたいな感じがあるんで、あんまりこのオーダー引いたことないし、あまりスキル被ってないっていう始めたての人はこれをね、引いた方がいいと思います。まあ、あとは、大晦日セレクションオーダーの方、こっちはまあ正月とかに出たスキルが入ってるんですけど、これもね、まあいいスキル入ってるんですよね。直剣モッドの、まあ、おせち勇気とか、まあ、あれですね、直剣モッドありますね、そこそこ。正月キリと。これ正月に出た残闇の直剣モッドなんですが、まあこういうね、まあこれブレイクゲージ増加量が多いっていうのもすごくいいんですが、まあいろいろあるんですよね。まあこういうね、パワフルパウンド。これもね、ブレイクが良くて、まあ61層フロアボス、85層フロアボスとか、まあいろいろね、使える場面があるし、モッドとしても使える。まあちょっとね、ちょっと攻撃モーションは遅いし、まあ攻撃力500上昇なんで、まあ、最近出てる、まあモッドの方が、まあ攻撃力1000上昇とか1200とかも、まあ出てきたりはしてるんですけど、まあ別に500でもね、使えなくはないと。まあいろいろあるんですよね。その、タンクで使いやすいこのさ、海運キリトとか、まあこれはコマンドナイトディアベルと一緒に使うと、ちょっとデメリットが、発生してしまうんで、まあ一緒には使えないんですけど、まあタンクですごく使いやすいんですよね。突属性が弱点の敵に、いいんで、タンクやるときね、突属性が弱点の敵と戦うときにいいんで、まあそういうのはいいんですけど、これも、外れが多い。多分、半分以上外れ、半分以上まではいかないか。でもかなりね、どうなんだろう。ずっと続けてる人にとっては、まあ、外れじゃないっていうスキルも、まあそこそこあるんですけど、始めたての人からすると、もっと優先して取りたいよねっていうスキルがあったりするんで、大晦日セレクションオーダーはちょっと、まあ、これもね、あんまりね、爆死したくないんだったらちょっと、まあ、引かない方がいいかもしんないですね。まあ、全然引いてもいいんだけどさ。でもやっぱね、そうだね、こっちの方が全然おすすめですね。直剣モッドは入ってないんですけど、まあ、直剣モッドは、最初始めてから72時間以内に引けるスタートダッシュステップアップオーダーってやつ、あれに結構入ってるんで、あれをいっぱい引いて当たったっていうんだったら、そんな、深追いする必要はないかなって、こういう大晦日セレクションオーダーとかクリスマス系のオーダーとかね。まあ、あとは、福袋オーダーですね。あ、さっき猿秋来る冬オーダーっていうのを話ししたんですけど、猿秋のやつですね。それが、入ってくるかっていう話なんですけど、今年9月に秋の彩りオーダーっていうのが出たんで、猿秋来る冬系のオーダーは出るかどうかちょっとわかんないっていうのもちょっと言っておきます。あとは、福袋オーダー。これが、前回の福袋オーダーなんですけど、まあ、前回は、紅白に分かれた福袋オーダーが出たんですけど、まあ、確かね、確定枠が2枚、星4確定枠2枚で、で、それ以外は星4の確率が20%になってて、まあ、5回に1回星4が来るよみたいなやつなんですけど、もう本当にね、いいスキルとかゴミみたいなスキルがごっちゃ混ぜになってるやつで、で、これを引く利点って、後から始めた人とか、すんごい昔のスキルって、他のオーダーには入ってなかったりするんですよ。その常設スキルレコードって言われてる、いろんなオーダーに共通している、なんかいつも入ってるような、なんかその確率低い、スキルあるじゃないですか。まあ、例えば、こういうジュエルマイナーオーダーって、ちょっと下行くと、この排出キャラ一覧って出てくるじゃないですか。で、これ上4つがピックアップなんですけど、この4つより下のやつですね、この悪党の退治キリトから下のやつが、なんかいつもなんかラインナップに入ってそうなスキルあるじゃないですか。これ常設スキルっていう言われてるやつなんですけど、まあ、これはね、新しいスキル出るごととか、なんかのタイミングでね、ちょっとね、常設スキル変わってきたりはするんですけど、こういうところに入ってないようなスキルがあって、
で、ピックアップ、まあ、こういうさ、こういうセレクションオーダーとかの、その、一部スキルレコード紹介とかこういうところに書いてあるさ、この確定枠に入ってるやつとか、まあ、こういうところにも入ってこないようなスキルがあって、で、そういうやつが、まあ、一応ラインナップには入ってるんだけど、本当に当たらねえよ、みたいな感じなんですよ。だから、あの、アホほど課金する人は、もう、なんか、後から始めた人はね、ここに課金するしかなくて、もうこれ引きまくるしかなくて、でも死ぬほど当たらないんですよ。だから、あの、最初の、本当に始めたての頃に、これ引いておくと、もう本当に、狙うのが本当に難しいスキルとかが、まあ当たるかもしれないんで、まあそういう点では、まあいいかもしんないけど、なんかいいスキルが当たらないんですよ。あの、いいスキルどんどん最近出てきてるけど、昔のなんかゴミみてえなスキルとかもいっぱい入ってるんですよ。で、まあ前回の福袋、その、あの、この冬の福袋のやつは、白が、あの、男のイラストのスキルばっか入ってるやつで、赤が、あの、女イラストのスキル、女キャラのやつね、ばっか入ってる、ばっかっていうか、それしか入ってないやつで、まあ、たまに、なんかこの女装の友情とか、わけあかんのやつもなんか女の子の、あの、一味に入れられてる感じなんですが、まあ、そこはね、そこはちょっと細けえとこなんで、まあ、この際ちょっと目をつむりまして、まあ、これはね、厳選されてるから、こっちの白の方がちょっとね、いいスキル率高かったりするんですけど、まあ、とにかく、その、このね、この福袋の仕様のまま出たとしたら、あんまり、おすすめはしない。ただすんげー古いスキルで手に入りにくいやつは、まあ、手に入るかもしれない。わかんない。もう本当に運ゲー。もう本当に闇袋オーダーって言ってもいいぐらい、ちょっと本当に運ゲーなんで、あの、ただ、あの、6周年の無料オーダーがめちゃくちゃ豪華で、あの、バースト確定の引けるやつと、覚醒の確定のオーダーと、モッド確定コネクトアクセル確定って、あの、1日ごとにやるんですよ、最初の5日間。これマジで1回逃したら、もうそれで、あの、引けなくなるんですけど、まあ、こういうのが来ることから、例えばだよ。例えば、あの、福袋の、その、仕様って、なんか、よくっていうか、たまに変わるんですよ。だから、例えばその、あの、福袋の確定枠2枠が、例えばこのバースト確定モッドコネクタアクセルのうちの2枚、が確定枠に来るみたいな感じだったらなんかちょっと引いてもいいかなみたいな感じはする。いや、てかめっちゃ引きたいなっていう感じになるんですけど、福袋の仕様がこの前と同じ通りだったら、その星音確率 20%、 確定枠以外のが 20% で、確定枠が星音2枚っていう仕様のままだったらおすすめはしません。ただスキルの種類数がめっちゃ増えてきてるんで、もしかしたらまあ、もうちょっと出やすくなってるかもしれないですね。あんまりそのスキレコ種類数多すぎると集めるの大変すぎるから、まあ、ちょっと緩和される可能性もあるかもしれないけど、基本的に福袋はおすすめしません。で、まあ、いろいろ言ったんですけど、まあ、クリスマス系とか大晦日セレクションオーダーとか、まあ、福袋オーダーとか正月系とか、まあ、出るとは思うんですけど、まあ、それぞれセレクションオーダーとか福袋オーダーはおすすめはしない。ただ、あの、新スキル、あの、フルバーストスキル出るじゃないですか。こうそういう新スキル入りの、あの、正月オーダーですね。普通の新規オーダーとして出る、この正月オーダーは、フルバーストで強いの入ってきたら、まあ、引くかな、引くかもしんないな、くらい。まあ、あとは、あの、フルバーストのオーダー、ステップアップオーダーとか多分6周年成り立てで一番最初の来る、まあ多分来るっていうか、まあウィークエンドで紹介されたんですけど、多分、まあ多分って言っちゃった。まあそれがフルバーストオーダーだと思うんですけど、始めたての人はもしかしたら、まあいいかもしんない。その50層以下だと敵が属性耐性ないし、あの武装石ドロップ率いいし、まあイベント周回がですね、やっぱスコア報酬ジェム取り切るまでやったりとかしたいっていう人もいると思うんで、まあイベント大変っていう人もいるから、まあイベントやるのにいいかもしんないし、まあ残闇とかね、あ、でも探検だけどな、一応入ってはいるんで、まあカオス155のカオス魔人。やったり、あ、でもそれはあれか、普通に残闇じゃなくても直剣元でできるか、まあ、
わかんないけど、まあ、とにかくね、まあ、フルバースト多分やったら楽しいかもしんないし、新しいもの試してみたいっていう人は引いた方がいいかもしんないけど、俺は圧倒的にもののけセレクションオーダーがおすすめです。で、まあ、6周年成り立てで出るフルバーストオーダーって、その周年記念になったばっかのそのスキルって、そのみんなその急にそのスキルインフレしないかとか、ちょっと様子見る感じがあるんですよ、運営って。なんかパワーバランス調整ミスってアホほど火力出たらやばいなみたいな、そういうのをめちゃくちゃ危惧してる感じがあるんで、ちょっとね、そのスキレコの性能が抑えめっていうのもあるし、このスキルレコの属性が、なんかすごい使うといいなみたいな場面があんまりなくて、まあ、強いて言えば、この脱地がもしかしたら次の階層弱点なんじゃないかって言われてるけど、ちょっとまだわかんないし。で、まあ、始めたての人がいきなりね、その牙王の次とかいけるわけもないんで、まあ、ストーリーなら、まあ、倒せるかもしんないけど。っていうのもあって、まあ、俺はね、断然、このもののけセレクションオーダーのがおすすめっていうか、まあ、年末年始はそこまで、気にしなくてもいいのかな。あ、でもこうやってね、気にしなくていいのかなとか言ってると絶対出してくんだよね。そういうのね。わざとそういうの様子見て、なんかすげえいいオーダーばっか連続で出してくるとかそういうのもあるんでちょっとわかんないですけど。まあそれ福袋のために貯めるとかは別にしなくていいと俺は個人的に思います。ただ、始めたての人は福袋のがいいじゃんっていう人もいっぱいいるんで、星4が全然なくて、別に弱い星4でもいいからいっぱい欲しいっていう人は、福袋のためにジェム貯めた方がいいと思います。ただ、福袋より、俺はこのモッドステップアップオーダーの方がおすすめですね、個人的に。福袋って5000ジェムで星4、2枚確定なんですが、これは6250ジェムでモッド1枚確定なんで、まあ、5000で福袋引くより6250でこっち引いた方がなんかいいモッドとか結構入ってるんで、まあこっちの方がまだいいかなって感じはします。俺は年末年始のオーダー気にしなくていいと思うんですけど、まああくまでおすすめなんでね。まあ動画この辺りで終わりにしようと思います。あんまり話長引きすぎるとちょっと動画長くなりすぎて編集大変なんで ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。